また会ったな。さあ、今回はちゃんとストーリーを進めていくとしよう。俺のはすでに終わってしまっているから、相棒のマイケルのストーリーを進めていくことにしよう。とりあえず2回、今迷っただろ。なんか、カジノでミニゲームすると進展があるらしいぞ。一番2階の一番右だったな。マイケル、すまねえ。3階だったようだ。地下。そうすると、アレスというのが出てくるらしい。まあ、そういったミニゲームとかストーリーの様子は、マイケルの動画の方でよろしく。あんまカジノで鍵出るとすっからかになるからな。それでやると何か進展があるのか？嘘だろう。アレスとかいうのがどっかに出るはずだか？こっちはどうだ？場所変えると出てくるんじゃない？消えたぞ。ここは手伝えないのか、俺は。基本的にあれだな、ストーリークリアしていって、でボスが画面に表示されてるところでしか手伝えないみたいだな。だから俺は今この動画を撮ってるが、完全に独り言でなんか言ってる感じになっちゃってるだろう。今地下か。そこは何階なんだ？ B1 階だな。よし、俺も向かうとしよう。スタッフルームだよな、マイケル。どこに行ったんだ？お風呂？お風呂？あ、いたぞ。エレベーターで1階に行くのか。いいだろう。書いてあったってなんだ。どういうことだ。ここだ。お、来たじゃないか。そう、俺は何度も言うがクリアるから、ここになんかわけのわからんボスが出ちゃってるぞ。そ、こ、戦うんだ。
なんかドピしてるということは、もう戦っちゃってるのか、今からか。もはや俺の動画では完全にこれ実況になってないだろう。 キャラをずっと止めて、俺がなんかもう勝手に何か喋ってるみたいになってるだろう。これを見た人はもう完全に頭にクエスチョンマークが出てる。そう、なんでこいつは動画撮ってなんかのモノマネをしてるんだっていう風になっちゃうだろう。どこまで？なんか、とりあえず表示されてるっていうか、なんか、ここの敵を全部倒さないといけないんじゃないのか？今、アレスと戦ったのか？じゃあ、また話が進展するだろう。よし、じゃあエレベーター4階に行くとしよう。俺はなんだこれ、保護者なのか。なんかただついてってるだけの動画になっちゃってるが、まあいいだろう。スタッフルーム？どこにいるんだ、右か。何もない。ただワインとなんか飲み物が置いてあるだけだ。わかったぞ。博物館はマイケル、完全にこっちの方になるだろう。中の化石が恐竜か？恐竜みたいな変なやつが飾ってあるぞ。またどっか行ったぞ。俺の動画はあともう1分足らずで終わってしまうな。とりあえず相棒のマイケルは今何らかの敵と戦ってる、そういうことになってるだろう。真剣に戦うんじゃない。俺はいつでもここにいるぞ。よし、じゃあ今日はここまでということにしておこう。また、